のミュージックタウンまでやってきました。今回の依頼は、学アルの中村さんからの依頼です。沖縄市の音市場で高校生のダンスコンテストを企画しましたということです。では早速行ってみたいと思います。行ってきます。すいません、はい、学アルの中村さんって方はご存知ですか？中村はですね、はい、じゃあどうぞ。すいません、あの中村さんですか？はい、すいません、あのお話中お聞かつなんですけど、はいはい、よろしくお願いします。お聞かつ。愛を乗せて島を走ろう、ラブネッツ沖縄、ネッツトヨタ沖縄。ステーキ食べよう、ハンズ。ジャンボステーキください。焼き加減は俺、ミディアム。俺は私、手加減なし。ルダー入ります。手加減なしのうまさとデカさ。せーの、おきかつ。あの、中村さんですか？はい、お話しておきかつなんですけど、はいはい、よろしくお願いします。おきかつのピンク担当のカーナーって言います。今日はよろしくお願いします。今回ですね、こちらミュージックタウンさんですと、はい、共催で、あの沖縄県と沖縄市に公演をしていただいて、で、あの高校生 の、 あの無料のダンスコンテストっていうのを。無料なんです、はい、そうです。あの入場もですね、あの参加費も。今日、あのちなみに何校ぐらい参加？北は北山高校から、うん、南は糸満高校とかまで、はい、もう集まっているんですね。はい、沖縄県から、はい、あと何のお手伝いからしたらいいですか？もうそろそろですね、はい、一般の方の受付がそちらの方で始まるので、はい、受付をしていただいたり、あとは、まあ、あの中の方でいろんな体験ができるブースがあるので、はい、そちらのちょっとお手伝いをお願いします。あと今日ですね、はい、一緒にあのこのイベントの方ですね、ダンスコンテストを手伝ってくれる高校生がいるので、はい、はい、ちょっと紹介しますね。はい、お願いします。おい高校生、おい一緒に手伝いよろしくお願いします。もちろんです、お願いします。はい、カーナーって言います。よろしくお願いします。中津高校のマリンです。はい、マリンさん、お願いします。はい、お願いします。そろそろ一般のお客さんが入って会場をするので、はい、あの会場の中でお手伝いしてほしいんですけど。はい、わかりました、はい、お願いします。はい、お願いします。あるみたいなので、ちょっと並んでるお客さんにインタビューしてみましょう。今日はどなたかご出演されるんです？今日は娘が。あ、娘さんが。ちなみに学校、どこの学校？北山高校ですね。北山高校。フラダンス。あ、フラダンス。フラダンスとかも出るんだ。なんかちょっとあのイケイケなダンスチームばっかりかなと思って。あ、メニューから見てそんな感じですけどね。じゃあちょっとチェックしましょうね、フラダンスチーム。はい、開会式が始まるので、中でご覧ください。あ、いいんですか、見てて、はい、あ、よかった。じゃあ私は、ブースに戻らないといけないので、うん、また次の手伝いがあるときには私か他のお友達が来ますので、分かりました。その時はよろしくお願いします。はい、それではここで出演した高校生の皆さんにインタビューしてみたいと思います。インタビューよろしくお願いします。どうでした、出てみて？
とても楽しくできました。楽しくできました。私見てましたよ。あのすごくセクシーなダンスしてましたよね。あ超かっこよかったです。ありがとうございます。どこの高校ですか？はい、私たちは阿那古高校からやってきました。阿那古から来たんですか？1年生初舞台ということで、まあ、緊張してたと思うんですけど、まあ、最後まで踊ってくれて楽しかったって言うんで、良かったと思います。かっこよかったです。ありがとうございます。どこの高校ですか？阿那古高校です。さっき紹介で聞いたんですけど、全員1年生のチームですよね。すごい、とっても上手でした。本当に練習はどれくらいです？練習期間1ヶ月でちょっとです。あのクオリティすごい。いろいろなブース出てるみたいなので、ちょっと見に行ってみましょう。はい、ここのブースはどういうブースですか？これは学校を卒業する未来の自分へと、友達、先生だとか親に向けたタイムカプセルレターを書いて自分のメッセージを届けるって言いますか。このポストに投函していただいたら、その記述に。あ、じゃあずっと持っててくれるんですね。はい。これ何年後当てに書いても大丈夫なの？はい、大丈夫です。すごい。もしこちら書いていただくと、はいはいはい、コーラと無料であもらえるんだ。はい、こちらかも。あ、欲しい。いっぱい書いて投函しました。手紙コーラをどうぞ。 ありがとうございます。コーラにはシークレットメッセージがあって、飲んでみると文字が書かれ、メッセージが書かれてます。あ、そうなんだ。ぜひ飲んでください。なんか書いてる。特別なコーラをあなたにあげる。ふり？あったかいんだからね。恥ずかしい。じゃ次はどこのブースに行きますか？え？あ、かわいい。何をやっているブースですか？はい、こちらがですね、オリジナル T シャツの作成をしているあのプリントショップラボといいます。あ、そうなんですね。はい、自分が好きなのをプリントできるってことですか？そうです、1枚1000円からお作りしております。すごい。ここは何のブースです？ここヒューマンアカデミーっていうブースなんですけど、トレーナーの学部やってて、そこのまあ授業とかでやるようなことをやってもらって、まあ気持ちいいですよっていう感じです。楽な状態にして足を突っ込む。この肩甲骨ってですか？そうです、そっちがゴリゴリって。すごい。どんな気持ちですか？なんだろう、なんて言えばいいんですか？あ、なんて言えばいいんだろう。体がまっすぐになった気分。あ、これってじゃあやる前とやった後に違い感じるってことは体が歪んでるってことですか？こっちでフェイスペイントやってまして、こんな感じでフェイスペイントやってます。イラストの学生とかが描いてくれて。ここは何のブースですか？クリッパーアートって言いまして、ポーズのウィッグに対してこうバリカンでラインを入れていくんですよね。はい、実際に男の人なんかもね、多いですよね。できました。じゃん。あ、おきかつくん、どうぞです。ありがとうございます。オキカツはメッシュサポートを応援しています。せーの、オキカツ。学アルフェスタ2015高校生ダンスコンテストの閉会式を行います。おめでとうございます。学アルフェスタ2015優勝は工業高等学校ディフェンダーです。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、では優勝したチームにインタビューしてみたいと思います。はい、
優勝おめでとうございます。ありがとうございます。もうすごくかっこよかったです。ありがとうございます。どうでしたか？優勝しに行くというよりもう楽しく、みんなが楽しく、はい、じゃあまさか優勝するとはっていう感じだったんですか？もうはい、そうですね。上手だったけどな。ありがとうございます。本当にもうみんな一人一人が、うん、もう本当にやる気のある子たちの集まりで、うん、もう本当にもう那覇工業に来てよかったなって一番思いましたね。そうですか、はい、じゃあ見てて仲良さそうだなって伝わってきました、ダンスで。あ、そうなんですか、うん、はい、はい、今日は一日ありがとうございました。ありがとうございました。どうですか今日一日？もう私最初から最後まで全チームで見させてもらったんですけど、みんな一人一人とっても堂々としてて、悔し泣きしてるの見たり嬉し泣きしてるの見たので、やっぱりみんなどのチームも涙が出るぐらい一生懸命挑んだコンテストだったんだなと思って、すごくいいイベントだなと思いました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。感動しました。番組を見てる方に、はい、プレゼントがあります。 ありがとうございます。はい、文房具セット3名様に、文房具セット3名様、はい、はいはい、じゃあこちらまで、こちらまでお待ちしてます。じゃあ今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、バイバイ。この番組はご覧の各社の提供とお企画サポーターズの皆さんでお送りしました。うまさとデカさ、究極の100円そば。100円そばうちの番組ね、情報が欲しいですね。取材したいなと思ってきたんですけど、ああいうジャパニーズ100円ですよこれ。うまい、うまい。ガールズテラスガール